良かれと思って行うその行為、ご先祖様は驚いていらっしゃるかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様はお墓参りの時にね、必ず持っていかれるというもの、何かございますでしょうかね。実はその必需品と思ってご持参なさっていらっしゃるもの、それがお墓に持って行ってはいけないものの可能性が実はございます。ご先祖様の御霊が穏やかで安心していただくことを願ってのお墓参りのはずなのに、 NG なものを持参したり NG なものを身につけていかれますと、ご先祖様に怒られはしませんけれども、驚かれたりとかね、大変悲しまれたりすることがあるかもしれません。せっかくお墓参りに行くのであれば、ご先祖様に喜んでいただく方がこれ当然いいですよね。そこで今回はお墓参りにおいて絶対持っていってはいけない NG なもの、そして身につけていってはいけないものなどについてね、ご紹介させていただきたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またコメント欄や公式 LINE へのメッセージもお待ち申し上げておりますね。それでは行ってみましょう。昔から先祖供養やお墓参りを行うことで得られる不思議な効果がある、そんなことをね、言い伝えられております。先祖供養やお墓参りに行った時の効果につきましては、こちらの動画で詳しく解説しておりますので、またね、ぜひね、チェックしていただければと思います。さて今回は先祖供養とは一体何か、簡単にね、解説させていただきまして、より良い先祖供養やお墓参りで気をつけるべき服装や持参品などについて解説させていただきたいと思います。先祖供養と申しますのは、お亡くなりになられた親先祖が魂となられた今、安心をして安らかに眠れるようにね、子孫である私たちが日頃の感謝とご報告をお盆やお彼岸をはじめ、毎日お仏壇に手を合わせることでその思いを手向けるといった意義がございます。そうして親先祖を敬い、命をつないでくださったことに感謝の念を手向けることを、仏教では功徳と申しますけれども、手を合わせた自分のもとへ不思議な効果として現れることがございます。じゃあどんな効果なのかと申し上げましたら、よく言われている効果としては、お墓参りをすればより運気が上がったというものでございます。仏教の教えでは、先祖供養を行ったことによって自分たちにも徳が返ってくるとされております。それを功徳、功徳と言います。例えば祖霊信仰と同じくね、古くから日本にある信仰に言霊信仰と呼ばれるものがございます。言霊と申しますのは、私たちが口から発する言葉には魂が宿っていて、自分の思いが相手に届くという念力のことでございます。心を込めた善意の言葉を発しますと、それが良い方向に向かいますし、逆に慢心から来る悪意がこもった言葉を発しておりますと、悪い結果につながるというものでございます。自分が発したことは必ず自分に返ってくる、まさに自業自得というものなんですけれども、こうした経験をなさったことのある方も少なくないでしょう。仏教では見返りを求めずに行った善行はいつしか自分に戻ってくる、帰ってくる、それで救われるという考え方がございます。例えば勉学に仕事に健康など、さまざまな局面で運気が左右する場面がございます。実際良き言霊を発することで、その言葉を手向けられた人の心を温かくしたり励ましたりするといったね、そういった徳を積む言動を意識して行っておりますと、確かに自分の運気を上げて良き方向に導かれたり、それが自分に自信を持つことにもつながって、プラスのスパイラルが生まれるものでございます。仏教には自分が行った行動が巡り巡って自分に戻ってくる、帰ってくる、因果応報という教えがございますけれども、親先祖から引き継がれた因縁を、それを譲り受ける子孫の私たちの人生に影響を与えるものとされております。これは悪い因縁も良き因縁も全て引き継がれるといったイメージでございます。そうしてバトンを渡してくださった親先祖の因縁を、それが良き因縁であれば、私たち子孫が引き続き実践を行って、さらに善意を磨いて良き結果に導かれるよう精進を続けていくことが大切でございます。一方では引き継いだその因縁がね、悪い因縁だった場合、子孫の私たちがその因縁を清算していく必要がございます。親先祖から引き継がれた負のスパイラルを断ち切るためには、まず意識すべきはこの言霊です。善意からの言葉を発するように意識なさって、感謝の言葉や人をおもんばかる温かい言葉を発するようにいたしましょうね。負のスパイラルを断ち切るためには、良い言動を大切にしながら日々生活するということは、これ基本でございます。そうした因縁を浄化し、さらに良き因縁の道を切り開いていくために、何より大切な基本となるものには、先祖供養やお墓参りが考えられます。運を開くと書いて開運と言いますよね。より良き人生のために運を磨き、運に導かれる人生であることも、これ大切なポイントと言えます。
そこで親先祖に感謝の念を手向けて、自分の現状をご報告させていただく先祖供養とか、あるいはお墓参りという善行を行われてね、悪しき因縁を断ち切り、良き因縁を確実に引き寄せるためにも、間違いのないお墓参りを行って、間違いなく運気を好転させていきましょうね。ただここで気をつけるべきは、せっかくのお墓参りに行ったにもかかわらず、逆に運気を下げて負のスパイラルに入り込んでしまうということでございます。そこで残念なお墓参りにさせないためにも、運気を下げてしまいかねない行為について4つご紹介させていただこうと思います。そして動画の最後にはお墓参りには欠かせない必須アイテムをご紹介させていただきますので、ぜひ最後までねご視聴いただきまして、これまでのお墓参りや先祖供養に対する思いや行い、そういったものを見直していただければ幸いでございます。良かれと思って行うその行為、ご先祖様は驚いていらっしゃるかもしれませんよ。それでは参りましょう。運気を下げてご先祖様が驚かれる行為4選、1つ目は服装。まずは身につけていらっしゃる NG 服装について基本の3つを申し上げさせていただきたいと思います。1つ、赤い色の服、またはギラギラしている服。2つ、ノースリーブやミニスカートなど露出の多い服。3つ、加工やデザインなんでしょうけれども、裂けたりとかね、破れたりとか、あるいは死を連想させるようなスカルなどがプリントしてあるような、崩れすぎた服装。以上の3つに当てはまる服装や、派手で華やかな服装もね、極力避けるようにいたしましょう。ご先祖様に対してね、ある意味とっても失礼で恥ずかしい行為でもあるというふうに心得ておきましょうね。運気を下げてご先祖様が驚かれる行為4選、2つ目は香水などの匂い。お墓参りの際にはお線香やろうそくに火を灯してその場を浄化させたり、自分の気持ちを落ち着かせたりする効果があるお線香なんですけれども、そんなお香の匂いをかき消すぐらいね、強い香水をつけてお参りするのはね、他家でお墓参りに来られた方の意識をもそぐことになる可能性が考えられます。またお墓や霊園には多くの聖火が備えてありますので、蜂はそこら中に飛び回っていることがございます。スズメバチは山の斜面とかね、木の切り株の隙間など、私たちにはね、この分かりづらい場所に巣を作っている場合もありますので、郊外の霊園などではお墓のすぐ近くに巣があることも珍しくございません。香水の匂いはスズメバチが仲間に攻撃態勢を促す警報ホルモンに似た匂いの作用がございますよ。自分が振りかけていったその香水を警報ホルモンと勘違いしたスズメバチがね、一気に自分に襲いかかっている危険性がございますので、香水をつけてのお墓参りはね、これね、極力避けた方が無難だと言えるでしょう。またお墓参りの最中に蜂を免じということがあればね、これスピリチュアル的にはご先祖様があなたに対して危険を伝えている可能性がございます。人から攻撃されたり、何か傷つくようなことが起こる可能性があることを事前に知らせてくれているのかもしれないと意識なされておかれることでね、危険を回避することができるでしょう。私たちにね、警告してくださったかもしれない親先祖に改めて感謝の念を手向けてみましょうね。運気を下げてご先祖様が驚かれる行為4選、3つ目はお酒やジュース。お酒やジュースを持って行ってね、お供えする分にはこれ全く問題ないんですけれども、お酒やジュースの蓋を開けてお墓に直接かけるのはこれ NG 行為となります。よくドラマとか漫画などではお酒の好きだった個人のお墓にね、この日本酒を一升瓶ごとドバドバドバってかけるシーンなんか見受けられたりしますけれども、それは絶対にしないでくださいませね。もしお酒やジュースをお供えする場合はコップなどに注いでお供えするようにいたしましょうね。缶や瓶のままお供えしてもよろしいかと思います。そしてお供えしたそのお酒やジュースはお参りが終われば忘れずに持ち帰るようにいたしましょう。運気も下げてご先祖様が驚かれる行為4選、4つ目はトゲのある花や香りの強い花。お墓に備えるお花に関しましてもいくつかタブーがございます。一つはトゲのある花や香りの強いお花をお供えするのは極力避けましょうということでございます。トゲのあるバラや香りの強い百合に毒性のある彼岸花などは基本的には NG とされて古来から言い伝えられております。ただし個人がお好きだったというお花の場合、個人のありし日のその姿を思い浮かべながら心を込めてその好きだったという気持ちの方を優先なさって備えてあげられたらね、私個人的にはそれでよろしいとは思っておりますよ。お供えするのに注意が必要な物件につきましてはこちらの動画ドン。お彼岸、知らずにお供えする人が急増、お供えしてはいけない NG 物価3選、こちらはねお彼岸用のお花について解説させていただいておりますので、これから迎えるお彼岸の参考にしていただけるものと思いますから、詳しくはねこちらの動画もチェックなさってみてくださいませね。ということでまとめ、運気も下げてご先祖様が驚かれる行為4選、1つ目は服装、2つ目香水などの匂い、3つ目お酒やジュース、4つ目トゲのあるお花や香りの強いお花、以上4つの NG 行為についてご紹介させていただきました。
それではこの4つの NG に注意しながら、一方これだけご用意いただければお墓参りももうバッチリという持ち物についてざっとご紹介して今回の話を終わりにしたいと思います。お墓参りに持参すべきもの7選、1つ目はお線香。お香というのはその場を浄化し心身を清めるとともに、お香の香りを仏様ご先祖様が召し上がられます。お墓参りに出かけられる際にはお線香はこれ最重要必須アイテムの一つと言えますよね。お墓参りに持参すべきもの7選、2つ目はろうそく。お墓にはろうそく立てというものがないというお墓もたまにお見受けいたしますけれども、ほとんどのお墓にはね、おそらくろうそく立てが設けて備え付けてあるものと思います。そんなろうそく立てのあるお墓の場合、ろうそくを持参いたしましょうね。ろうそくの灯火は私たちの心に抱く煩悩を打ち消し、光の象徴としてお供えさせていただきます。またろうそくに着火するためのライターとかマッチなんかも忘れずにお持ちくださいませね。ろうそくの火は着火用のライターかマッチで火をつけられて、ろうそくの火を使ってお線香に火を移すという順番でお供えするようにいたしましょうね。お墓前に持参すべきもの7選、3つ目は仏花。お供えのお花のことを仏花と申します。お花屋さんやお盆の時とかお彼岸の時なんかにはね、スーパーなどでも売られていることがありますよね。お花はこちら側を向くようにお供えなされて、お参りする私たちの心を安らかにいたします。その安らかな気持ちでご先祖様に思いを手向けるようにいたしましょうね。お墓参りに持参すべきもの7選、4つ目はお水。お参りをする人の心を清めるという意味を持つお水、これを浄水と呼びます。浄水について詳しい解説はこちらの動画、間違えている人が多くて困っています、7割の人が知らないお墓 NG 行為、こちらをぜひねチェックなさってみてくださいませね。ということでお墓にお水を入れるくぼみを備えているお墓もあるんですけれども、それを水鉢と言いましてね、そこにきれいなお水を直接入れてお供えください。またお墓を掃除するためのお水はバケツなどね別に用意なさってお墓掃除に使いましょう。お墓掃除につきましてはこちらの動画、汚れがきれいに落ちるお墓掃除のやり方と裏技を教えちゃいます。ではね、このお墓掃除を実践して解説しておりますので、ご興味のある方はねこちらもぜひねチェックなさってみてくださいませね。お墓参りに持参すべきもの7選、5つ目はお供え物と下に敷く半紙など、個人の好物や季節の果物、普段のご飯、またはお供え用に売っているお菓子などを持参いたしましょうね。お供え物は墓石の上に直に置かずに、半紙とかね、この懐紙などのこの紙の上に置くのがこれ一般的でございます。また霊園などによってはお墓参りのお供え物はお参りの後に持ち帰るよう定められているところもございます。ただ基本的にお参りが終わりましたらね、お供え物は持ち帰られることを私もお勧めいたします。お墓参りに持参すべきもの7選、6つ目はお数珠。仏教徒のシンボルともいえるこのお数珠なんですけれども、ご先祖様の功徳を何倍にもする力が宿る仏具とされておりますよ。それゆえこのお数珠を持ってお参りされることで、ご先祖様へのより良い供養ができるものと思います。お墓参りに持参すべきもの7選、7つ目は掃除用具。手桶、ひしゃく、柔らかいスポンジ、毛のあるたわし、タオルや雑巾、ほうきにちりとり、あるいは軍手にゴム手袋、そしてゴミ袋などなどね、お墓の掃除に必要なものを持参いたしましょうね。手桶にひしゃくなどは霊園やお寺の墓地によっては貸し出しをしているところもございますので、事前確認を済まされておかれますと、掃除用具を必要最小限に抑えられて効率がいいですよね。ということでまとめ、お墓参りに持参すべきもの7選、1つ目はお線香、2つ目ろうそく、3つ目仏花、4つ目お水、5つ目お供え物と下に敷く半紙など、6つ目お数珠、7つ目掃除用具、以上お墓参りに必要な7つ道具のご紹介でございました。日本古来の祖霊信仰と仏教の教えが融合して生まれたこの先祖供養には、お亡くなりになった方があの世で迷うことなく安らかに成仏してもらいたいというね、私たち子孫の気持ちはこもっております。私たちのできる範囲内で真心を込めて手厚い供養を行わせていただきましょうね。先祖供養やお墓参りにはどういった気持ちが込められているのか、そこの意識を間違わなければ服装や持ち物など大きく間違うことはないかと思いますよ。ご先祖様や個人の成仏を心から願うとともに、感謝の気持ちを込めて良き功徳を積み重ねてまいりましょうね。はい、ということで今回の話は参考になったよと思えた、そこのあなた、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またこちらの画面を下にねスクロールしていかれますと、コメントを書く欄が出てまいります。そこに動画の感想や感じられたこと、疑問に思ったことなどなど、ぜひねアウトプットなさっていてくださいませね。また公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げておりますよ。
公式 LINE へのご登録は動画の下に今回の動画に関する概要欄がございます。もっと見るというボタンをクリックしていただきます と、書籍のね、Amazon 先行予約のそご案内がございます。その下にかんちゃんと LINE でつながりませんかというね、そういったご案内の下に LINE 登録でページへ移動する青文字の URL がついております。 LINE への登録料などはこれ一切お金はかかりませんし、 LINE 登録者しか見られない動画も配信しております。ぜひね、かんちゃん住職とお友達登録していただきまして、登録者特典などもゲットしてみてくださいませね。またわからないことなどございましたら、コメント欄や公式 LINE へのご連絡をお待ち申し上げておりますからね。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。